ピンクのサテンのロンググローブいただきました。八元さんにこちょこちょして、今度はこちょこちょに耐えてくれたので、ご褒美のマッサージタイムとなります。それではマッサージしたいと思います。はい、極楽タイム。ピンクのサテングローブ、光沢があってツヤツヤしますね。何をお探しで？そこにある、あ、違うの、青いの、青いの、あっち。ピンクは嫌なんだ、青いのがいいの。これ手袋でマッサージしてるのかな。小指が気になっちゃって嫌だ。小指が気になりすぎる。手袋の小指が気になっちゃって、サイズが、手が嫌だ。スッと新しいアイテム渡されたんだけど、それでマッサージしてくれってことでいいんですかね。ああ、わかりました。ピンクのマッサージのやつ、しりとりしよう。しない。なんで？しりとりしよう。しない。しりとり。しない。しないの。説明しりとりしよう。説明しりとり。やる？やんない。やる？やんない。やんない。やんないらしいです。だってマッサージしてる間暇なんだもん。マッサージに集中しろとあなたは心の中で思ってますよね。知ってます。お客様気持ちいいですか？くすぐりますよ。くすぐったらご褒美にならないもんね。もみがいいの、叩きがいいの。もみで、もみもみもみ、もみ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 、これって押しだよね。もみもみってもみ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 、このね、これはグリル、ゴロゴロ。あと今度手の長さとか、手の長さ、手のひらの長さとか指の長さとか測りたいんですけど、うん、測ってお願いします。かしこまりました。ね、ベロの長さ8センチだった。8センチだった。本当はもっと伸びるかもしれない。めっちゃ予行練習じゃ落ちてきてる。そうなの。だから下の伸ばし具合がね、きっとなんか意識しちゃって。でもさすがに10センチはいかないよね。
無理だな。いや無理だな。いかないな。ギネス。ギネス。ベロ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 。ベロが長いキャラクターといえば？ベロが特徴的なキャラクターといえば、頭にすぐ思い浮かんだのはペコちゃんだったけど、ベロのキャラクター、ベロが長いとかさ、ベロが出てるキャラクターでなんかある。チャームポイントがベロなの。どう思い浮かぶ？ベロキャラ。ベロリンマン。ベロリンガ。ベロリンマン。ベロリンマンってキャラクターあんの？敵。敵？ドラクエ？ベロリン、ベロリンマン？ベロリンマン。ベロリンマン。ベロリンマンと私どっちがベロ長いの？え、全然ベロリンマンだと思うよ。そうなの？ベロリンマンって長いの、うん、ちょっと調べなくちゃ。ベロリンマン。ふわふわの体してないです。ふわふわのベロリンマン。ベロリンマンの画像探して貼るよ、うん、ベロリンマンね。え、じゃあ手袋のキャラクターといったら誰が思い浮かぶ？手袋キャラ。私あれ、弾丸論破の人。手袋の人いなかった？手袋の人、うん、女の子。違う。ん、手袋。あ、でもセーラームーンとかもグローブだよね、完全に。手袋キャラ第5。あ、違った。これウィッシュ。第5ね。確かに第5は手袋キャラだね。もう手袋してないのかな。してる？最近見たことない。最近大吾さんが手袋をしているのでしょうか。ウィーシュ。ロック手袋。さて、お時間が来ますわよ。あれですよ、ナコネルが発狂するよ、そろそろ。時計見て、時計見て、ほら時計見て、はい見て時計、はい、4時44分。ほらほらほら、見える？見えないの？電子計量、ほらそこそこ見えた？4時44分44秒の瞬間、あなたは目撃できるよ。ドキドキ。見ないの？ほらほら、はい、4時44分44秒でした。という感じでマッサージの動画終わりたいと思います。またね、バイバーイ。終わろう。